ご無沙汰しております。はい、あのお元気そうで、はい、はい、なんかこの何ヶ月か東京にちょっと移転したで、なんかで、ね、はい、すごいなんかバタバタしてたみたいですけども、ちょっと落ち着きましたか？はい。はい。落ち着いて、11月の頭に引っ越してきたんですけども、はい、12月の頭から仕事を再開して、はい、それからまあ。ブログの効果もあって、あっという間に注文が入って、ああ素晴らしいですね。はい、はい、ちょっとね挨拶をまだしてなかったんですけども、私のねアメブロのコンサルを受けていただいて、まあ、結果出した子供エプロもね上友さんに今日ちょっと私インタビューをちょっとね発表していきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、なんか以前よりねすごくねもっと元気になった感じがする。気のせいですかね。楽しみ。なるほど。やっぱ刺激楽しいですか。楽しいですね。はい、で、確かね、僕と久々に今日会う前に、以前1、2ヶ月前からメールで、確かブログねサボっててねできないってしょうがなかったんで、はい、サボってたんだけど年末だったかな確かに。はい、そうです。でもおかげさんで、ね、サボってるブログでもっておっしゃってましたけど、そうだったんですね。そうですね。去年の夏頃に毎日毎日書き溜めていたブログの記事を見たお客さんが、何月何日の、作品で載っていた記事を見て、ああいう感じでお願いしますみたいなご注文がすごく多くて、あそうですね、ブログの効果を実感しました。なるほど。ってことは上友さんがその引っ越しだなんだってバタバタしてサボってた時期にもかかわらず勝手にブログで営業してくれて、ね、営業マンですね。で、知らない人から注文入ったと、はい、素晴らしいですね。うん、で、今ちなみにブログってどれぐらい、何年ぐらいになりますか？2年。あ、まだ2年なんだ、それでも。まだ3年ぐらいです。あ、そう、はい、で、ちなみにブログをやったきっかけって何か理由があるんですか？アメブログをやったり、はい、友達でヨガ教室をやってる方で、私のね、コンサル生の、はい、それで、はい、方が、すごく生徒さんがいない教室が成功したっていうお話で、うんうん、はい、ちょっと調べてたら、はい、上川さんの実をやってらっしゃったっていうことで、あ、なるほど。そしてそこから目黒をやろうと思ったところで、上川さんの前半ではブログは特に、まあ、そう注視しなかったけど、確かにあんまり優先的で、なるほどね、はい、で実際にやってみて今思えばどうでした？今考えるとやってみて、まあ、はい、コンサル受けてた当初は、はい、いやこれでいいのかなとか、ね、はい、いっぱい思いましたけど、はいはいはい、もうでもこう毎日書き続けることによって自分がやりたいこととか、うん、お客さんが本当に求めてることとか、うん、そういうことに向き合うことができたので、うん、なんかこのブログで集客とかいうことを以上にいろんなことが変わって、うんうん、仕事がしやすくなりました。あ、そうですか、はい、ちなみに今仕事がしやすくなるっておっしゃいましたけども、その以前の、まあ、ブログでうまくいってなかった時ってどんな状況でした、うん、今仕事がしやすくなるんでしょうか。仕事がやりにくかったってことね、以前は。そうですね、はい、それはちょっと具体的に、はい、これでいいのかっていう気持ちがすごくあって、はいはい、その私は縫い物をメインの仕事にしているので、うん、はい、縫いながらも、うん、なんかこう他の作家さんの力になった方がいいじゃないとか、ブレまくったブレがあったんですけど、ね、記事を書いてそのお客様とのこう対話とかもブログを通してあったりするので、いや私はやっぱり縫いたい人だっていうことに気がついて、うん、なるほどですね、改めて、はい、でそこが、まあ、僕の背中の後しもあったけども、ね、ブレなくなったってこと、はい、結果が良かったですね。ブレなくはなりますね、やっぱりその6ヶ月間のコンサルで、はい、フラフラしなくなったっていうところがすごくあると思います。なるほどですね、はい、でやっぱりね今ちょっとキーワードではフラフラしなくなったって結構やっぱ女性の記憶が多いんですよ。やっぱあっち行ったりこっち行ったり、あれ参りたいこれと参りたいってやってしまう非常に多いんですよ。これさまようきっかけになっちゃうので、ぜひねこれ勇気を持って自分自身をぶらさない、そして余計なことやらないっていう、やらない選択肢もね、ぜひね、今、上友さんの話に、今、キーワード出ましたけど、やってほしいなと思います。で、ちなみに、僕のコンサル受ける前に受けた状況とどのように変わりましたか？ですね、私は、もともと、注文の、数に波があるということで、はい、そうですよね、そうでしたよね。はい、
まあ、春は忙しいけど、夏とかはすごく暇だっていうところで、でもそのブログを見たお客様が結構いるので、夏もポツポツ注文があるようになって、まあ、多少の波はもちろんあるんですけど、トータルで平均してる、はい、平均的に上がったっていうのは確かにあります。なるほどね。でも宣伝費ゼロ円ですよ。そうなんです。ですよね。宣伝費ゼロ円ですよね。はい。特にやってないですよね、別にその。何もしてないです。はい。まあブログちゃんとやって、はいはい、マジカルでやって書いて、そこから勝手に注文するっていう。本当にSEOとかも全くお金かけてないので。ですよね。はい。ブログとホームページしかやってないので。ですよね。でホームページもね、ほら僕が教えたキーワードでちゃんと今状況なんです。はい。あれも以前そうじゃなかったんですが、はい、だから本当にね、今キーワードの話しましたけど、間違った努力をしてる方結構多くてですね、ちょっとここだけ変えたら上がるよ、ライブが少ないっていうところを意外と気づいてなかったりするので、本当基礎の基礎っていうのね、僕は本当大したこと何も教えてないんで、本当に基礎の基礎と、ただ皆さんが気づいたところを背中をちょっと変えてあげただけなん でそれで神戸もなほど多いっていう形ですから、素晴らしいなと思うんですね。でちなみにもうちょっと後半になってきますが、神川のコンサル受けて何が良かったですか、まあなければ別に何でもないでよかったんです、いいんですけど、はい、まあ、自分でこんな質問するのは恥ずかしいんですけど、私、はい、他の方がどうかは分からないんですけども、はい、私の場合はそもそもコンサルを受けるのが神田さんが初めてだったので、そういうことにお金を使うことが全く初めてで、うん、最初は本当にドキドキしながらだったんですけども、ここにお金をかけたからにはというところで、例えばモデルさんの着用の写真を使ったりとか、写真をプロに撮ってもらったりとか、はい、そういうところが全体的に上がったっていうところがあります。お金のかけどころが分かったっていうか、なるほどですね、はいはいはい、あります。なんで今いいことをおっしゃいましたけども、やっぱりそのビジネスで投資なんですよね。時間もお金と一緒でですね、その投資を仕方がない人が多くて、ケチケチしてるって結局高くついちゃうんです。なので神友さんはそこの決断がね、私のねで思ってる人たちがやっぱり成功の人だと思います。じゃあですね、最後に今後のまあ目標とかも言っていただければと思いますけども、はい、夢とかまあまだまあ大げさですよ、ちょっと目標とか投資したいとか、おかげさまで本当にご注文はたくさんいただいているので、はいはい、まあ、そこは今まで通りやっていきたいなというところなんですけれども、はい、まあ、私がもそもそも仕事をやられるっていう意味が、はい、子育てで忙しいお母さんとか、はい、お子さんとか、はい、そういう方に笑顔になってもらえるようなところを求めて、はいはい、一緒にお料理したりとか、そういうところで笑顔をいっぱい届けたいなということでやってますので、今東京に来てまたお客様も来れて、ますます頑張っていきたいなと思います。はい、ぜひね、今の姿勢を崩さずね、もっと強くしていったらと思います。またお会いしましょうね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。